オーストラリアの研究グループはヨーロッパに旅行した男性同性愛の方でサル痘に感染しまして、その こんにちは、ステラメディックス代表獣医師でジャーナリスト星吉孝と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ステラチャンネルでは曜日ごとにテーマを設定して動画をお届けしております。ですが、このサル痘と呼ばれる感染症が欧米を中心に連日報告されておりまして、こちら獣医学の話題でもありますので、ステラチャンネルでも連続でお届けしております。このサル痘については依然として関心が高くなっておりまして、まあ、もうしばらくこちらで動画取り上げられればなというふうには思っています。前回は WHO の方からこのサル痘の確定例が780例になったということを報告されておりまして、こちら公式な数字でもありまして、皆さんに知っていただきたいく思いまして動画で取り上げました。今回はこのサル痘の実際がどういうものかというのを、オーストラリアとイタリアの研究グループが患者さんのデータに基づいて論文にしておりまして、こちらをお届けしようと思います。サル痘といっても具体的に一体どういうものなのかというのはまだまだ見えません。そのあたり、できるだけコンパクトにお伝えしたいなと思っております。ぜひ動画最後までご覧いただければと思います。5月27日にオーストラリアとイタリアの研究グループがこのサル痘の実際の患者さんのデータを論文化して報告しています。オーストラリアの研究グループはヨーロッパに旅行した男性同性愛の方でサル痘に感染しまして、その症状に対して対応した、その経緯が論文で説明されています。この方はこちら図にしまして論文で出ているんですけれども、これ英語でちょっと申し訳ないんですが、デイゼロと書かれた部分、こちらに最初正規で発疹が出た日ということで書かれています。で、ここからデイ3、デイ5とデイ13まで、すでに13日目までの経過、あとこの正規に発疹が出る5日前の出来事としてその流れが書かれています。左から説明しますと、最初この5日前にはこの人ヨーロッパで男性同性愛の方でして、この男性同士で性交渉をするということをしています。一人だけではなくて4人とですね、これフリーに性交渉しているということですね。密に接触があったということです。で、その結果まだヨーロッパにいるようなんですけども、このデイゼロの段階で正規に発疹が出ます。で、3日目に発熱とリンパの腫れというのが出てくるんですね。サル痘というのは最初発熱または頭痛、リンパの腫れなどで出てきて、その後に発疹が出るというようなことを、これまでの論文でも説明されている場合が多かったんですけれども、この人の場合正規で発疹というのが最初に出てきたようです。で、そこから5日目にこの発疹が広がります。7日目にヨーロッパでサル痘の発生というのが報告されるようになります。ですが、この方8日目にヨーロッパからオーストラリアのメルボルンに戻りまして、この時に診療所に行きました。ですが、この時にはサル痘というのは想定していなかったようで、性感染症の淋病またはクラミジアという想定で抗生物質を受け取って、でそれで治療を受けるということになっています。で、10日目に痛みがひどくなったりしたということで、で改めて診療所に行きまして、でそこで改めて抗生物質をもらうんですけれども、11日目に病院に行きまして入院するということになりました。で、ここで PCR を受けまして、その検査の結果としてサル痘が判明するということです。で、ここまでその前提条件としてちょっと申し上げてなかったんですけれども、この人は HIV 陽性でして、もともと HIV の治療を受けているという、そういう方です。なので、このようなサル痘の感染症になると、リスクがありそうなんですけれども、実際この入院したからといってそのサル痘に特別な治療をしたというわけではなくて、静脈注射で抗生物質を受けたり、
あと鎮痛薬を受けるというようなことをやったということでして、13日目には退院しています。でこの段階ではまだ発疹があってかさぶたや膿が出ているような状態なんですけれども、まあ、このような形で退院するということになっています。でこの論文では写真も出ていまして、こちらクリエイティブコモンズという条件の下で転載もできますので、こちら一部お見せしますと、ちょうどこういうイボみたいなものが出ているという、これがまさにサル痘の発疹だということですね。ちょっと真ん中に海のようなものが見える、比較的ちっちゃい、そういう発疹になっています。こういうことで、この研究グループとしては、男性同性愛で、このサル痘が広がるということが言われまして、性感染症化というふうにも言われますが、あくまで、これまで言われていたように、皮膚と皮膚の接触、そこから、体液がついたりすることで感染したということが、まず考えられるというような、そういうことを書いていまして、さらに研究が必要なのではないかということで説明を締めています。同様にこの5月27日に、イタリアからも、このサル痘に感染した男性の症例が出ています。こちら4人いまして、このような表で、こちらも英語で恐縮なんですけれども、みんな30代の方で男性同性愛の方です。で結構やはり性感染症にこれまでかかってるということが分かってまして、1番、2番、3番、4番と患者さんいますけど、1番の人は新型肝炎、また梅毒。患者2の方は梅毒。患者3の方は梅毒に B 型肝炎。4番の方は A 型肝炎ということで、これまで性感染症にはかなり頻繁にかかっているということのようです。で、また患者さん1番と3番の方は HIV 陽性ということでして、かなり感染症にこれまでかかった経験があるということでした。またその男性同士でのと思いますけれども、性交渉の経験が最近あったということでして、で全身症状としては患者さん1番についてはなかったと。2番については熱、3番については熱、4番の方は筋肉痛ということです。またこの全身の症状が出てから発疹が出るまでの日にちについては、1番の方は特にないようでして、2番の方は3日、3番の方は3日、4番の方は2日ということですね。ですので、全身症状出てしばらくしてから発疹が出るというようなことのようです。1番の方は要するに全身症状なく発疹がいきなり出てきたということですね。ですので、この方、皮膚の病変というのが、性器だとか、あと胸、首に出てきたということですね。で2番の方は肛門、背中、足、あと足の裏ですね。3番の方は肛門、頭、胸、腕、足、手、あと性器ということで、かなり全身に出てきたと。4番の方は性器、パブリックエリアということなんで、表に出ているような場所ですかね、ということです。またこの病変というのは、同時に出てくるというよりは、バラバラと出てきたということのようです。この論文でも、病変について、どのような経緯かというのは写真でも出ているんですけれども、おおむね、その、いわゆるイボみたいなものが治っていくような状態、そういうものが、10日間ぐらいで進むというようなことのようでして、この研究で、大きく2つ、ちょっと気になった点を言いますと、1つはこの4人について誰もウイルスに対する治療は受けていないということです。このサル痘のウイルスのために何かウイルス薬を使われたということはありませんで、全員特にそのウイルスの治療を受けなくても自然に治っていったということです。ということなので、先ほどのオーストラリアの患者さんも一緒ですけれども、このサル痘については、確かにこの欧米では亡くなった人はいないんですけれども、ある意味命に関わらないだけに、逆に言うと広がりやすい特徴があるような印象もあります。またもう一つこの研究では、この4人の方の精液からウイルスが検出されるかというのも調べていまして、結果としてこの調べた方全員ですね、精液からこのウイルスが検出されるということが分かりました。ですので、まだこの性感染症としての報告としてはまだ分からないんですけれども、仮にこの精液から何らかの形で血液にそのままウイルスが移行するようなことがあった場合は、性感染症としての位置づけができるのかなというふうに思います。清潔に気をつけるということが、まずは大切ということなのだろうというふうに思います。また今回の
5人いましたけれども、その性交渉において誰もコンドームを使っていないということでして、その性感染症的な意味合いがあるということも、今可能性が考えられているということからしますと、性感染症対策というのは、やることは大切なのかなというふうには思います。ステラチャンネルで動画で毎回お伝えしております、英国オックスフォード大学の研究者などが作っております、民間組織グローバルヘルスのデータによりますと、現状で世界での確定例920例、そして疑い例70、合計で990というのは前回の動画と変わりません。最近の報告においては、トルコやタイで否定される症例なども出ておりまして、引き続きその報告というのは続きそうだと見られます。今回の症例の5人の情報を見ますと、感染というのは比較的起こりやすい面もありますし、体調が比較的それほど悪くならない状態で感染を広げるということも起こりやすいということもありそうですので、引き続き注意は必要なのかなというふうには思われます。今回の動画3点でまとめますと、男性同性愛の方での密な接触によってサル痘の感染が広がるということがあり得るということです。今回の報告は5人の症例だけではありますけれども、1週間から2週間ぐらいでウイルスに対する治療をせずに症状が治まるという、そういう事例もありそうだということです。で、3つ目としては、精液の中にサル痘のウイルスというのが検出されることがありそうだということでして、そのあたりの研究が今後続きそうということです。この画面しばらくお示しいたしますので、よろしければスクショなどしていただければと思います。今回ご紹介した文献情報は説明欄にございます。ご関心ございましたらご覧いただければと思います。というわけで今回は、オーストラリアとイタリアから報告されたサル痘の実際の患者さんの論文に基づきまして、そのサル痘の具体的な情報について動画でお届けしました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また皆様の声が参考になりますので、高評価、低評価、いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけましたら幸いです。こんな動画をやってほしいといったコメントもお気軽に残していただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。